よし。待ちに待ちました。あ、引退するルハルです。よろしくお願いします。いやおかしいんやそれ。明日練習休み？休みです。大忙しの深夜さん、いずれ来るわけだからさ、田中もさ、まあ、すがすがしく終われましたよ。俺は振り返ってどうすか。振り返って14年間、うん、こんな長くやれると思ってた。いや思ってなかった。最初の札幌のやっぱスタメンでさ、うん、出れるまではさ、うん、やっぱ毎年さ、うん、怖いじゃん。何年目ですかそれ。5年目ぐらいかな。えっ、ああ普通にシーズン、ずっとシーズン通してスタメン出れたのは、俺はサイドバックなってから。サイドバックなってから。それまでフォワード出てたんでしょ。フォワードで途中出場でずっと出てた。でもその時から途中出場キャラみたいなのあったんすか。あった、ずっとあった。でもむしろ1年目からあった。あの石崎さんっていう監督が、うんうん、俺をそのヘディングで使ってくれて、うん、その最後終盤とか、うんうん、そっからだもん。それがなかったらもうすぐ終わった。じゃあ感謝してるってことですか。めちゃめちゃ感謝してる。石崎さんめっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。めちゃめちゃ怖かった。石崎さんね、石崎さんめちゃめちゃ好きだったな俺。Yeah.